中学の頃はいじめられっ子だった私。基本スルーだけど、男子からはキモいとか〇〇菌が映るとか、そういう言葉のいじめから告白ゲーム、好きですって言って反応を見るって感じ。とりあえずスルーしてたけど、その時クラスにいた不登校男子が学校に来ないのは私がいじめたからだとか、中学からそこの地方に親の転勤で入った私と、小学校からずっと不登校、繰り上がり卒業のその男子とは全く接点がない。とにかくイチャモンをつけられていた。月日は経って社会人になり、そのうちの一人の男子と再会した。場所は高校の頃からずっと行っている美容院。その男子 A はまだ見習いなのか、片付けとか飲み物の提供とかシャンプーだけ担当していたようだった。店に入った時に A だと気づいたけど、まあ昔の話だしとスルーしつつ、担当の美容師さんにカットをお願いして雑誌に集中。カットが終わってシャンプーとなった時、A が担当になったんだけど、洗っている間、頭はガンガン揺れるわ、耳に水は入るわ、顔にかかったタオルにも、バンバン水がかかっている。てめえ、こっちは客だっての。未だにてめえは中学生レベルかよ。いい加減頭に来て。もうやめてください。って叫んで、シャンプー台から起き上がった。カット担当の美容師さんが来て、どうしたの？と聞くので、もう嫌なんです。頭はガンガン揺らされるし、耳に水は入るし、顔のタオルにも水がかかってきて、息苦しくなって怖い。中学生の時には、汚いからバイ菌が移るって言われるし、中学生の時には、触ったら手が腐るぞって言われるし、ここまで言われるの怖いです。〇〇さんのカットはすっごく好きだけど、この店に通い続けたら、この A さんがハサミとか持つんですよね。怖くて、もう、このお店にも来られない。って泣きながら叫んだ。一部は昔のことだけど、耳やタオルが必要以上に濡れてるのは、担当美容師さんにも明白。とりあえず、その日は、A は、店の裏に入って行ったまま出てこなくて、私は担当美容師さんに慰められ、店長さんに謝られて、トリートメントをサービスしてもらって、セットもしてもらって退店。一週間後には、A はまだ見習い期間で、辞めさせましたから。と連絡をもらって、今も、その美容院には通い続けている。ちなみに、高校の同級生にも美容師になった子がいて、その親も、美容師って子がいたから、お店の名前は出さずに、A の名前はバッチリ出して。見習いの美容師さんで、こんな人がいたの。って世間話はしておいた。効力があったのかどうかは知らないが、最近、近所のコンビニで、アルバイト研修生と札のついた A がいた。ちなみに、別の日には、同じ店で同じ名札をつけた A 父親を見かけた。とりあえずスルーしつつ、なんとなくすっきりしたので書きこ。